今日のキックオフは J2 第28節を福西崇史さんが徹底解説。今日はジュビロ磐田スポーツダイレクター藤田俊也さんがスタジオ生参戦。ジュビロ黄金期を支えた2人が何を語るか。それではキックオフスタートです。こんにちは。こんにちは。静岡のサッカーを全力サポート、キックオフ静岡です。さあ今日のスタジオゲストは福西崇史さん、そしてジュビロ磐田スポーツダイレクターの藤田俊也さんにもお越しいただきました。お二人どうぞよろしくお願いいたします。緊張感そんな伝わってる？だいぶね、やっぱこのツーショットが豪華ですから、はい、こんな機会なかなかないですからね。緊張感ありますね。はいはい、いやいや、そんな僕らはそんな緊張感はない。本当に豪華なツーショットですけれども、今日はね、先輩の俊也さんも来てくれてますから、うん、はい、俊也さん、お二人で会うのは久しぶりですか？会場ではちょっと会うけど、こういう形はほとんどない、ほとんどない、初めてじゃない、かなと。まさにレアなツーショット、はい、そうですね。今日はお二人の時間もたっぷり設けてますので、はい、どうぞ。そうですか、はい、よろしくお願いします。さあまずはジュビロからいきましょう。2位のジュビロはアウェーで17位のいわきと対戦しました。前節金子のビューティフルゴールで追いつきドロー、連勝は3でストップしましたが、9試合負けなしのジュビロ。首位町田との勝ち点差は6、したたかに勝ち点を積み上げることが求められる中、本節の相手は直近7試合無敗のいわき。アウェーで白星を奪うことはできるのか。チケットは完売、5000人以上の観客が見守る中始まったいわき戦。試合開始6分、松本雅也からのクロスを金子。2試合連続ゴールを決めている金子が開始早々ゴールに迫ります。そして18分、上原からのロングパスをチーム内得点ランクトップタイのジャーメイン。これは惜しくも枠を捉えられません。前半42分には小川大輝がインターセプト。最後はまたもやジャーメイン、しかしゴールには至りません。後半ディフェンス陣が奮闘します。リーグ戦4試合ぶりの先発、 U22 日本代表の鈴木海斗。その後続くいわきの猛攻、ジュビロにとって苦しい時間が続きます。勝ち点3がどうしても欲しいジュビロ。後半31分、小川大輝が中央へ、最後は松原がヘッド。ここは相手キーパーがキャッチ。すると後半40分でした。途中出場の藤川から小川、最後はジャーメイン、先制に成功します。福西さん、決め切りましたね。そうですね、これ相手の足に当たってっていうラッキーなところはありますけれども、やっぱここまで攻撃に対して圧をかけてきてる、これはそのかけた分だけの、まあ、ご褒美という得点だったかなという気がしますけどね。福西さんも現地でご覧になって本当に耐えて耐えてのこの攻撃だったので、ここで決めてくれっていうような形では思ってましたね。はい、最後反応しましたもんね、ジャーメイン選手が、まあ、その分体を、ね、相手も投げ出しているところでやっぱ当たってしまってるはしますけどね。試合は1対0で勝利、ジュビロは10戦負けなし、 J1 昇格圏の2位以内をきっちりとキープしました。自分自身も、このカテゴリーに長くいるつもりはないですし、まあ、ジュビロもそうだと思いますし、やっぱりジュビロのいるべき場所に自分たちがしっかりと引っ張り上げたいなと思います。ということでジュビロ磐田1対0で勝利を収めまし た, ました。さあここからの時間はですね、はい、ジュビロ差しトークということで、福西さんが俊也さんにズバズバ質問をしていただきたいと思います。では福西さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では2人は履けるってことね。はい、あ、なるほど。
戸下さん、まずね、はい、スポーツダイレクターっていう役職、いい質問ですね。そういうのは本当にどういうことをしてるのっていう、まあ、どんな感じだと思う。そう、現場もあるじゃないですか。現場の、うん、監督含めの現場の意見と会社の意見とっていうのをどうするのかなって、うんうん、まあ、一般的にチームの強化ですね、で広くこうサポーターに愛されるクラブになるために、現場と会社ときちんと一つになって先に進もうというそのまあ役割。なんか現場の意見と、会社の意見となんか違う時あるじゃないですか。だいたいさ、そういうのは一般的に全部一緒にはいかないから、うん、その辺のこう頃合いをうまく調整してやるのが、ダイレクターじゃないですか。あ、なるほどね、それは期待したいですね。どうなんですかね。確かに。で、まあ、今節もこう、うん、ラッキーである意味で勝てた、はい、中でジュビロがここまで10戦負けなしっていうのは、投手屋さん自体はどう思ってるんですか。一つは守備でその簡単に失点しなくなった、ないしは失点をしてもこう挽回できるこうリバウンドメンタリティというか、まあ、1点取られてもまた1点取り返すとか、その辺での粘りは出てきたかなって。まあ、守備が安定したかなっていうのはあるかな。それ確かにそうかなって、でも投手屋さんこう現場に見に行ったりして、はい、こうゲームとかは僕ら見えるんですけど、練習とかもそうだけど、こいつ結構練習ですごいじゃないかとかって目につく選手っているんですか。やっぱ真面目だからね。みんな真面目、そのやっぱ練習でのテンションは確実にその昨年よりはゲームに入るようなテンションで練習がこうやってるなっていうのは。この選手っていうのはさすがにいない。いやだって僕は形勢だっていいし、古川でもいいし、あドリブル、もちろん名前挙げたらキリないですよ。それベテラン選手も本当に一生懸命、まあ、やっぱ遠藤とかすごいですよ。相変わらずやっとすごい。自分の43歳を思ったらやっぱ怪物ですよね。のらりくらりしてます。のらりくらりしてるね。してる。してやれるんだから。いや本当それはすごいな。やっぱ技術力が高いし、経験あるし、すごい。さっき名前出た後藤圭介とかって、こう選手はね、はい、ちょっと海外からもこうオファーの話があって、ちらほらこうニュースに出たりするじゃないですか。はいはい、でそういうのってどう考えてるか。たくさん来てるわけではないけど、だけどいろんな方がそう言って言ってことは、こう打診レベルではいっぱいあると思う。実際は一つは来た。ちょっとチェルシーって文字がちょっと出ちゃってるんですか。チェルシーはあの僕には来てない。そうですね。いろいろただ来てほしいよね。ね、そのぐらいの選手だと思うんですけど、じゃあその後どうするとかってももちろん考えてるんでしょ。で彼は日本である程度の経験をしたらやっぱり早くに行きたいっていうから、自分も選手の時そう思ったでしょ。だからきちんとしたその準備をすればいいんじゃないってことは、そのトップにじゃあ人が取られるから入れなきゃっていうのあるじゃないですか。それがプロでしょ。考えてるってことですね。考えるよね。考えないとやっぱりなかなか仕事にならないでしょ。いやそれはそうですね。それがダイレクターですね。いやまだまだ聞きたい話あるんですけど、福西さん、お時間が来ちゃいました。いやもっとあるんだけどリストは。そうですよね。すみません。今日はここまでということで、としやさんいろいろ聞かれましたけどどうでした。いやもっと聞いてくるのかなと思ったけど、なんか当たり障りないことしか言えなくてすみません。そんなことないです。まあ、この後もお二人よろしくお願いします。はいはい、さあ続いてはエスパルス参りましょう。ホームで9位の岡山と対戦しました。我慢の時期が続いてるなっていうのが正直な印象で、前節栃木戦はキャプテン鈴木義則のゴールで見事先制。しかし後半同点弾を許し、7月は3連勝の後に2試合連続のドローと、まさに我慢の展開。チームの起爆剤として期待されるのは、この試合途中出場を果たした鈴木唯と原輝樹の国内復帰コンビ。熾烈な上位争いの J2、 負ければプレーオフ圏外交代の可能性もある一戦。求められるのは3試合ぶりの勝利。およそ1ヶ月ぶりのアイスタでの試合を夏限定エメラルドグリーンのユニフォームで戦うエスパルス。復帰組からは原が先発。するとその原がいきなり見せます。前半3分、右サイドでボールを受けるとホナウドへ見事なパス。最後はこの日乾に代わってトップ下に入った白崎。30分には自陣から原が長い距離を駆け上がると、一度は相手に阻まれますが再びクロス。
しかしコロリの折り返しは相手がクリア。チャンスを作るもなかなか得点を奪えません。後半11分には宮本に代えて鈴木唯人を投入。すると14分、相手のクリアボールを拾ったカルリーニョスが鈴木唯人とのワンツーから見事ゴールネットを揺らし待望の先制点。福西さん、このカルリーニョスジュニオ調子の良さが伺えますね。いや本当ですね、これ抜いた後の姿勢の良さがいいなって、スルスルっていくのはなんかトシヤさんみたいですね、これ、ね、うん、確かにあんな感じだった簡単そうに言うから、ね、トシヤさんは本当にスルスル来るからね。さらにその5分後、鈴木唯人がゴール前へボールを送り、ポストの跳ね返りに吉田。これ鈴木は狙ってたんですかね。いやどうしよう、これクロスかなっていう気がしますけどね。だって吉田は力入りすぎましたよ。あともう少しでゴールといったところでした。終盤相手に攻め込まれるシーンもありましたが、無失点で3試合ぶりの勝利を手にしたエスパルス、7月を4勝2分けの負けなしで勝負の8月に臨みます。いやもうこのやっぱり愛さやっぱホームだなと思いますし、もちろん国立も素晴らしかったですけど、やっぱりここは聖地だなとまた思いますから、ますますプレッシャーがかかればかかるほど、おそらく我々はこのホームでのアドバンテージが生きてくると思いますので、ぜひ全員の力を総力を持って一丸となって昇格したいと思ってますから、これからも熱く熱く熱い応援よろしくお願いします。汗びっしょぎでありがとうございました。ありがとうございましたはい、ということでエスパルスも1対0で勝利。福西さん、徐々に順位上げてきましたね。ですね、もう盤石かなっていう気はします、うん、やっぱりその暑さっていうことでいうと、秋葉監督の暑さも選手に伝わってるんでやっぱ選手も試合が悪くいい内容じゃない時でもやっぱり次のことを考えてるし、やっぱそういう切り替えっていうのはできてきてるんじゃないかなっていう気がします。トシヤさん、ジュビロとしては10月にエスパルスとの対戦控えてますけれども、はい、どのようにご覧になってますか。いや J2 で一番力のあるチームと思ってるからやっぱり怖いですよね。しっかり準備して臨みたいですよね。楽しみにしてすごい楽しみ、はいはい、さあ続いては10位の藤枝マイ FC、 アウェーで15位の仙台と対戦しました。前節の金沢戦の後チームに激震が。 J2 得点ランキング3位の13ゴールを挙げていたエース渡辺亮が J1 セレッソ大阪へ。さらにリーグトップタイの8アシストをマークしていたミッドフィルダー久保東次郎が J1 名古屋グランパスへ移籍。チーム得点王とアシスト王を失った YFC、 進化が問われる今、救世主は現れるか。昨日アウェーで仙台と対戦したマイ FC、 渡辺が抜けた注目のワントップにはアンデルソンが起用されました。しかし試合開始わずか30秒、いきなりアクシデントが。山原のこのプレーが得点機会を阻止したとみなされレッドカードの判定。開始早々一人少ない窮地に立たされます。防戦一方となるマイ FC、 15分には決定機を作られるもキーパー北村。さらに36分、またしてもピンチを迎えるも立ちはだかったのは北村、ビッグセーブを連発。しかしその5分後、サイドを崩され先制点を奪われます。前半シュートわずか1本に終わったマイ FC、 後半攻めに出ます。この試合ワントップに入ったアンデルソン。すると迎えた24分でした。アンデルソンが競ったこぼれ球を川上、一人少ないマイ FC が同点に追いつきます。
クニさん、このゴールはいかがですか。まあ、ここまで仕掛けに行ったっていうことは一人少ない中でもいいことだと思うし、これ冷静だったっていうことですよね、うん、ここまでゴールを見えてて、トシヤさんもかなりうなずいてましたね、うんうん、10人でこうやって耐えてここまで来て決め切ったっていいじゃないですか、結構しんどいと思います、ね、試合はこのまま1対1で終了。一人少ない厳しい展開の中、貴重な勝ち点1を手にしました。さあ結果は1対1でしたけれども、福西さん、一人少ない状況で追いついたというのは大きな手応えじゃないですか。はい、まあ、耐えるその中でやっぱああいう時には点を取りに行くじゃないですけど、まあ、それをうまく須藤監督はマネジメントしてたなっていう気がしますね。そして俊也さん、マイ FC は渡辺亮選手がセレッソ大阪、うん、そして久保藤次郎選手が名古屋グランパスとこう主力が抜けちゃったんですけれども、こういう時チーム大事なことって結構厳しい状況ですよね。だけど他の選手にとったらすごいチャンスじゃないですか。だからそういったエネルギーがチームにまた来るんじゃないですか。まあ、作り上げてきたチームっていうのは土台がしっかりありますからね、うんうん、形はね、本当に誰が出てもっていうところは落とし込まれてるんで、うん、あとはもしかしたら次補強とかあるかもしれないですね。確かにそこのあたりも楽しみにしていきましょう。では J2 暫定の順位表を見ていきます。マイ FC 勝ち点1を積み上げて12位、エスパルスが4位まで順位を上げてきました。そしてジュビロは2位、はい、ここから負けられない。まだまだ先が長いですよ。ぜひよろしくお願いします、はい、この後は2003年ジュビロ雨の中の激闘。2002年 J リーグ史上初めて両ステージ制覇の快挙を達成したジュビロ磐田。翌年3月に行われたクラブ日本一を決めるゼロックススーパーカップ、決勝の相手は2002年度の天皇杯覇者京都パープルサンガ。降りしきる冷たい雨の中、後半均衡を破ったのは藤田俊哉でした。持ち前の個人技を生かし先制点、その後2点を追加し見事優勝。最強クラブを争う激闘はジュビロに軍配が上がりました。これでいいムードでサッカーできると思うんで、またジュビロらしい組み立てのいいサッカーをしたいと思います。藤田さん、この雨の中のゲーム覚えてました？もちろん覚えてますけど、懐かしいですね。ねえ、思わず自分のボールにうまいって言ってましたけど、いい選手だなと思ったけど、なんか自分だったんでね、恥ずかしいです。20年前、うん、キレキレでしたね。福井さんも覚えてらっしゃいますか？覚えてますもちろん。雨の中でしたし、なんか雨もあんま好きじゃないんで。それはやっぱり勝負事なんで、やっぱもう争いっていうところではシーズンの前の大会というか試合だったんで、そうでしたね。結構チーム的にはね、勝ちに行きたい時だったんですよ。なんか自分を見せたいっていうのは、うん、そうもうメンバーも豪華な黄金期時代のジュビロを皆さん見ていただきましたけれども、うんうん、さあ来週のキックオフ静岡はアスルクラロ沼津ゴン中山監督と北澤さんの対談企画第2弾をお届けします。2人の現役時代のマル秘裏話が飛び出しますので、ぜひご覧ください。それ笑ってるわ。楽しい対談になってると思います。そしてここでお知らせです。J リーグでは30周年を記念し、夏休み期間の試合を抽選で無料でご招待、全国で17万人を無料招待するキャンペーンを実施中です。県勢チームの試合も対象ですので、詳しくはホームページをご覧ください。そしてここで藤田さんからお知らせが、ね、これが大事ですね、はい、いいですか、はい、お願いします。来月の6日仙台戦は J リーグ昇格30周年の節目を、ね、迎えた試合となります、ホームタウンを公益化したジュビロは、これを記念して来場4万人を、ね、目指して、はい、エコバスタジアムでやります。オールホームタウンで、はい、ね、オールホームタウンマッチ、でなんと、はい、広瀬アリスさんもスタジアムに、いいね、うん、はい、ということなんで、ね、皆さんスタジアムに足を運んでいただきたいなというふうに。もちろん勝ってくださるんですよね。そこが一番大事ですよね、はい、今言ったことも大事ですけど、そうです、内容と試合と結果、選手は頑張りますから、はい、応援しましょう、みんな、はい、期待しています、はい、ぜひ。ありがとうございました。それでは来週もキックオフ。